じゃあハイライトをご覧いただきましょう。野上と永井の投手戦、そのスタートからご覧いただきますが、1回の表ランナー2塁においてこのジョーンズ三振取ります。ジョーンズに対しての今日の変化球、マギーに対してのストレート良かったですね。そうですね、はい、一方の永井のピッチング、これ1回の裏ランナー2塁1塁になりましたが、ヘルマン三振よく打ってますよね。永井もいいスタートだなと思わせるような立ち上がりでした。3回の表、藤沢に2つ目のフォアボールを許して、その後盗塁、キャッチャーの悪送球で藤沢を3塁に置きました。この後の永井のプレーご注目いただきましょう。これもセンター前抜けるかという当たり、これをさばいて藤沢差し上げ、いいプレーですね。我慢比べにはね、そうですね、重要な一つのキーポイント、はい、それからこれはジョーンズにヒットを許した4回のピッチングですが、ワンアウトからこれがイーグルスの初安打、しかしその後もしっかり抑えます。停滞で続きます。ライオンズのチャンス4回の裏は、浅村がフォアボールで出て、ヘルマンライトへのヒット、これで3塁1塁ワンアウト。この後の大崎の打球痛烈でしたけども、ヘルマンよく戻りました。なおも2アウト3塁1塁、これ残ったことでカーターに打順が回ってライオンズに流れあるかなという場面。ヘルマンは盗塁で2塁に行きました。3塁2塁、ただ今日はこのカーターはカーブに苦しめられました。キャッチャーフライで3アウト、点が入りません。6回です。2番から始まる打順でした。ライトへ、藤田がヒットを放って、あ、これは1番から始まる打順でしたね。ワンアウトから藤田がライトへツーベースを打って、その後です、銀次、それからジョーンズを打ち取ります。これまた一つの山場だ。そうでしたね、はい、ここもしかし野上がしっかりと抑えます。6回の裏、これです、ストレート、栗山センターフライ、それから浅村、これもまたストレート、ピンチの後でしたから、このイニングの3番から始まる打順はライオンズにとってチャンスかなと思ったんですが、長井も良かったですね。そうでしたね、ナイスピッチングでしたね。ゼロが続いていきます。7回の裏、ワンアウトからカーター、これはチームに勢いをつけるかのヒットでした。林秀樹がダイソーで起用されて、住谷が送りバント、ツーアウトでもランナーを進めて1点を取りに行きました。ランナー2塁で代打は上本、このバッティング、もう一伸びがありません。レフトフライ、前が小さいですね。あんなんじゃなかったんですよね。0対0、8回の表、島セカンドゴロ、ツーアウトになって1番の藤沢三振。この8回136球を投げ終わって0点に抑えて、まだ0対0でしたが、渡辺監督と握手を交わして、野上はここまでということで、8回の裏に点が入らなければ野上今日も勝てずということだったんですが、ツーアウトランナーなしから栗山がセンター左へのホームラン、一発で決めたろうと思っていたと。そうですね、すごいですよね。で9回サファテが出てきました。1人ランナー出します。ジョーンズフォアボール、そのダイソーの岡島一塁でした。マギーのこの打球はセンターまで、ゲームセット1対0、ライオンズが勝ちました。野上が久々の勝ち星、2ヶ月ぶりの勝利を挙げて、サファテが1点差のゲームの逃げ切りのセーブという。